八神さん、八神さん、もしもし、今車回してきたとこ、こっちのこと見える？あれか。どこ行ってたんだよ。お疲れさん。東はもうバッティングセンターの中に行ってる。周りは今のとこ異常なし。木戸もそろそろ来る頃だよ。その後の段取りは？木戸が来たらこの番に乗せてシャルルに連れていくって。シャルル？東んとこのゲーセン？別にどこでもよかったんだけどね。そこで木戸を取り調べるってことでよかった、八神さん。ああ、ちょうど噂をすればってやつだ。マジで来たか。よし、行こう。なんでお前らがここに？なんでって、俺はこの町で事務所開いてる探偵ですよ。木戸さんこそ珍しい。こんなとこに何の用です？いや、
もしかして美人の記者と待ち合わせとか。なるほど、そうか、やっぱりお前の仕業か。あのビデオをどうする気だ。そっちの出方によってはなかったことにしてもいい。金か。今俺らが欲しいのはそれじゃないよ。私をどうする気だ。その前に場所変えよっか。いや、それは困るな。ん？私はいつだって守られているんだよ。なんだこいつら。厚労省の雇ったチンピラってとこかな。こんなのが町中にいんのか。ビデオを全部消せ、ヤガミ。もうあんたを守る奴はいないよ。ここには創薬センターでの肩書きも厚労省の助けもない。ずっとこの時を待ってた。私がいなければアドデックナインはどうなる。開発がストップするぞ。別にあんたを殺すわけじゃないんだから。ただ偉そうな態度はよした方がいいな。痛いのは嫌だろう。じゃ行こうか。いやー久しぶりだね。俺こういうの昔はよくやってたけどよ。まず裸にするのが兄貴流ですよね。人間一皮むきゃみんなこんなもんや。科学者だろうがセンター長だろうがな。今ならまだ間に合う。早く私を離さないと。俺らにも殺し屋を差し向けますか。バカな、法に訴えるまでだ。そんなことされたら俺やけになってうっかりビデオ流出させちゃうかも。え、何？それが嫌ならアドデックナインの話だ。あんたの口から聞かせてもらいたいんだけど。私が何をした？君たちは何がしたいんだ？さっきバッティングセンターに来た連中は何だ？いや、それは。あんたはいつだって守られてるってそう言ってたよな。誰があんたを守ってる？早く言えや。今更カッコつけんなって。ずっと私を誘ってくれてたろう。
取材も終わったし、本格的に可愛がってあげるよ、メス猫ちゃん。世界を救う新薬の開発者、その裏のゲスな一面か。こんなの流れたら孫の代までいい笑いもんだな。やめろ、頼むから。こんな、さっきバッティングセンターに来た連中は、厚生労働省が雇ったゴロツキだ。事務次官の一ノ瀬が雇っただろ。そうだ。そうです、じゃない。そうです私が連れ去られたことは一ノ瀬さんの耳にも入っている。早く解放しないと、さっきみたいな連中がここに押し寄せてくるぞ。大丈夫、その時はここにいるオールスターで歓迎するよじゃあ次、3年前の事件のことだけど。はい。創薬センターで入院中のアルツハイマー患者が死んで、山の中から遺体で発見された。犯人とされたのは大久保新平。でも実際にはあれは小野がアドデック9の人体実験で死なせた事故だった。あんたはそのことを知っていたな。あれ、返事がない。じゃあ例のセクハラ映像ネットに上げてくるよ。待ってくれ。だったら答えろ。起動。知ってました。いつ誰からどう知らされた。ダメだ、話せない。話したら私はもう。だからちょっと待ってくれ。待てないよ、大久保新平の死刑執行が迫ってる。だからあんたがここにいるうちに全部引き出さなきゃならない。もしどうしても必要なら拷問だってやる。君は弁護士だろ、犯罪者になる気か。ん？俺を犯罪者にしたくないって。そうだよ。なら全部説明しろ。ここにあんたの助けは来ないんだよ。少しだけ時間をやる。俺が戻るまでに腹決めといて。軌道はもう落ちてるよ、多分。今はどう立ち回ればいいか頭の中で計算してんだ。かもな。ちょっと一息入れてきたら、少し時間空けた方が木戸も帰って喋るだろうし、僕らでちゃんと見てるから。気使ってくれてんの。まあたまにはね。八神さんだけ昼からずっと動いてたでしょ。木戸のことは僕らで見てるよ。一息入れてきて。もういいの、八神さん。なら木戸のとこに行く。話す気になったか。3年前、小野はアドデック9の人体実験で患者を殺した。あんたはいつそれを知った？アドデック9の記者会見のすぐ後です。小野本人の口から直接。
。あの時のことは今も思い出すと体が震えてきますよ。あいつへの怒りで。アドデック9が有効なのは今のところマウスに対してだけです。そりゃ分かっている。でも人体にだってきっとうまくいく。いえ、そうはいきません。何なんだ、めでたい記者会見の後だぞ。今日ぐらいそんな話いいだろう。本当にお前は無粋というか仕事バカというか。今日の会見には一ノ瀬事務次官も喜んでた。うちは閉鎖どころかでかい予算が流れ込んでくるぞ。あとはお前がもう一頑張りして薬を完成させれば。現段階でアドデック9の臨床試験を行えば被験者はまず間違いなく死にます。なんだと？なんでそんなことが断言できるんだ？大久保新平は無実なんです。あ？急に何の話を。あの判決通り彼はうちの入院患者を殺してなどいません。患者を殺したのはアドデック9なんですから。どういうことだ？あの事件はアドデック9の人体実験だったんです。私の独断で投与しました。なんだって。私は世界が待つ新薬を一刻も早く試したい一心で。投与した途端に恐ろしい悲鳴が上がりました。私はその口を両手で必死に押さえて。じゃあ君があの老人を。なんでそんなバカなことを。じゃあどうするんだ。今日あんな華々しい会見までやってアドデック9をぶち上げたんだぞ。それも私の名前でだ。今日会見しなければこのセンターは閉鎖だったはずです。なんで事前に何も言わなかった。言えばあなたは逃げたでしょう。会見は行われずセンターも閉鎖。世界を救う新薬もお蔵入りだ。でも私はアドデック9を作るために人生を研究に捧げてきたんですよ。私には関係ない。なら私は降りる。心配ありませんよ。え？協力してください木戸先生。アドデック9が無事に完成しさえすれば何も問題はないんですから。そしてあなたはその開発者として名誉を歴史に刻み富も手に入れられます。でももし今事実をぶちまければ私もあなたも破滅するしかない。失うものが大きいのはあなたの方です。正野、お前は。正野が打ち明けたのはそれだけ？まだ他にもあったろ。正野は他にも人を殺してる。大久保新平を殺人鬼に仕立てるために、その寺沢恵美を殺したと。やっぱり知ってたんだな。おい、まだ話が済んでない。後にしろ。
その後は何があった？正野が寺沢恵美を殺した後。あんたたちはもう全部わかってるんだろう。副署長の橋木を始末したな。私がやったわけじゃないって。橋木はアドデックナインの弱みを嗅ぎ回ってた。正野やあんたにとって目障りな人間だ。ただそれを何とかするには助けが必要だった。アドデックナインを守ることで利害が一致する味方、それが誰かといえば。松金組の羽村だ。ん？いや、あの頃私にヤクザの知り合いなんて。そうか。となるとそいつは厚労省の一ノ瀬だ。創薬センターを厚労省の天下り先として育て上げた官僚のトップ。そうです。私と正野は一ノ瀬さんに全てを打ち明け助けを求めました。あの人は政治の表も裏も知り尽くした剛腕で有名でした。私と正野は意を決して人体実験で患者が死んだことも寺沢恵美のことも打ち明けたんです。すると一ノ瀬さんはそれら全てを隠蔽し続けると即決してくれた。何があってもアドデックナインとその利権を守ると。だから橋木の口を塞ぐことにも躊躇がなかった。もともと一ノ瀬さんは橋木が梶平のスパイということも知っていたんです。その一ノ瀬の手配で羽村と黒岩が殺し屋として雇われたのか。ったく、クズがクズを呼ぶって感じだな。橋木が死んで、あとはアドデックナインさえ完成すれば全てが丸く収まるはずでした。しかし臨床試験をして、もしまた人が死ぬようなことがあれば新薬の完成は夢と消える。そしてセンターの存続もなくなり、それまで払った犠牲も全て水の泡になる。何言ってんの。犠牲を払ったのはあんたらじゃないだろ。あんたらが一滴だって自分の血に流したかよ。話続けてくれる。手をこまねいていた私とは対照的に正野は積極的でした。彼はこう言いました。アドデックナインを完成させるためには実験の失敗を恐れてはならない。そして成功するまで実験を続けるべきだと。さらにアドデックナインの開発を早めるため、正野は極秘の人体実験ができる仕組みが必要だと言い出したんです。仕組み？もしアドデックナインがまた人を死なせてしまっても、それを隠せるなら危険を承知で何度でも実験は繰り返せる。つまり実験台の確保とその始末が速やかに行われる仕組みです。それができれば薬は必ず完成させると。それで教令会のヤクザたちを実験台に。一ノ瀬さんは正野のその希望を全面的に聞き入れたんです。私は正野が必要とする裏金の調達役でしかない。創薬センターには厚労省の予算が流れ込んできました。それを使って正野は神室町に秘密のラボを作らせたんです。秘密のラボ。人体実験はそこで行われてます。そのラボは神室町のどこにある？いや、細かい場所までは。私は正野と一ノ瀬さんの話を
るぞ。なるべく聞かないようにしていて。そこが殺しの現場だ。凶霊界のヤクザたちは全員その場所で殺された。そこになら何か証拠が残ってるはずだ。おい、本当に場所知らねえのか。黒岩刑事ならもちろん知っているはずです。あんたと違って口を割る相手じゃない。それなら。ラボの設置を指揮した人物がいます。誰なの？一ノ瀬さんの部下で、名前は石松。その名前確か羽村も言ってたな。殺しの仲介人だ。そいつはどこにいるんだよ。カムロ町のミレニアムタワー、あの中に厚労省の支局分室があるんです。今夜はそこにいると聞いてます。何？支局分室って？小野のラボを管轄するためだけの部署です。表向きには存在しません。看板だって違う名前で出てます。そんなのがカムロ町に？まあとにかくよ、石松はラボの場所がわかるわけだろ。なら話は早い。ええ、また裸に向いて聞き出すんですね。いや、それよりいい考えがあるよ。ん？まずその石松さんを秘密ラボに向かうように何とか仕向けるので、僕らはそれをミレニアムタワーからこっそり尾行する。なるほど、石松に直接道案内させるってことか。でもよ、どうやってそいつをラボに向かわせんだ？あ、そこはさ、大丈夫、木戸が石松に電話をかければいい。は？俺らが正野のラボを嗅ぎつけたらしいとか、そんな風にさ。で、ラボの様子を見に行ってほしいって頼むんだ。それ、いいんじゃない？私が石松にそんな電話を？せいぜいうまくやれよ。出なきゃセクハラビデオをばらまくぜ。決まりだね。石松の特徴は？年は50代くらいで、グレーのスーツ、小柄で160あるかないか。あ、いつも手袋をしてます。そんなおじさんたくさんいるって。他には？ネットで写真を漁ればわかるかもしれません。石松って名前だけで検索しろっての？いえ、そうじゃなくて、一ノ瀬事務次官の写真を探すんです。多分どこかで石松も一緒に写ってるのがあるんじゃないかと。なるほど、それなら少し時間をかけりゃ見つかりそうだな。じゃあ海藤さんと東はここで軌道を見張っててくれる？おう。僕は？杉浦は俺と石松の尾行、こっそりやんのは得意だろ。まあね。ならすぐに行こうよ、ミレニアムタワーに。石松の写真は見つけ次第お前のスマホに送ってやるよ。ああ、作戦開始だ。行こっか。
加減にしろよ。行こう、矢上さん。うわ もし。カイトだ。今お前のスマホに石松の写真を送ったぜ。じゃあな。これが石松ね。で、グレーのスーツに手袋か。ここならビルから出ていく人を見張れるね。ラボの場所を突き止めたらそのまま中に突入することになるけど、準備はいい？なあ、大丈夫だ。カイトさん、こっちは準備 OK だ。木戸に電話をかけさせろ。了解。おう、名演技を頼むぜ、センター長さんよ。聞こえるか、サボ。木戸の電話はうまくいった。これで石松が動くはずだ。よし、あとは石松を見つけて尾行するだけだな。抜かるんじゃないぞ。杉浦もいる。任せてくれ。どこだ？
どれ。してるね。なあ、けど挙動不審なおかげで分かりやすくていい。急いでるので。向かいます。
のせいか。シュリーとっくの昔に潰れたラブホだよ。秘密の人体実験をするにはおあつらい向きだね。俺だ、カイトさん。場所、分かったか。それっぽい建物を見つけた。これから中に入ってみ。気をつけろよ。ああ、行こう。あ、うん、行こう、八神さん。
いな。どうなってんだこりゃ。ねえ、これやっぱ僕らが不法侵入ってことになる？まあな。おい、てめえら誰だ？どうすんの、八神さん。そんなの行くに決まってんだろ。ねえ、奥に人の気配がする。まだ他にもいっぱいいそうだよ。向こうも俺らに気づいた。次は多分武器を出してくる。下手したら銃も。ここの連中は何なの？カムロ町のホームレスだな。それを多分一ノ瀬が金で手なずけた。おい、大丈夫かターボ？ああ、でも当たりだ。見張りが何人もいる。ここに何かあるのは間違いないよ。ショーノの秘密ラボか。車でここまで入ればもう人目につかない。死体を運び出したりするのにもうってつけだ。お前らだけで行けそうか？いや、そうだな。真冬に電話してすぐ来るように言ってくれる？警察も一緒にって。あ？なんだよ急に。俺ら今不法侵入中だろ。このままもし秘密ラボがあっても違法に見つけた証拠じゃ裁判で認めてもらえない。それって警官呼べば大丈夫になるもんなのか？いや、警察だって令状がなきゃ捜査は無理だね。なんだよ。じゃあなんで真冬ちゃんに警察連れてこいなんて言うんだよ。そこは俺にちょっと考えがあるからさ。とにかく真冬に伝えてくれる？俺らはラボを探す。わかった。暗いな。待って、明かりも持たずに中に入るのは危険だよ。何があるかわからないから慎重にね。こっちがびっくりするじゃねえか。ごめんごめん。さっきから何なんだよ。
杉浦、どこ行った？くそ。するんじゃねえ。 あと3分もすりゃこいつは極楽行きさ。なんとかね、本に切れよ。よし、それじゃ行くぞ。
あと3分もすりゃこいつは極楽行きさ。大丈夫か？なんとかね。恩に切れよ。よし、それじゃ行くぞ。でも食らえ！よし、今のうちだ。
何ここ。ここが正野の秘密ラボだ。なんであんたたち。正野、あんたまで今ここにいるとは思ってなかったよ。タイミングが良かった。杉浦、この部屋をビデオで撮れ。うん。やめろ。今まで目をえぐられた連中はここに連れてこられてた。警察の捜査で何が出てくるか見ものだな。被害者たちの指紋、毛髪、体液、DNA、 ここにあるのは俺らがずっと欲しかった証拠の山だ。何の話だか。杉浦、どうした。ごめんね、八神さん。今までずっとみんなに嘘ついてたんだよ、僕。何の話だ。元梶平の社員だとか、あれ全部嘘。名前も偽名。八神さんのことも実はずっと前から知ってた。知ってて八神さんに近づいたんだ。僕の本当の名前はね、寺沢文也。寺沢？お前に焼き殺された寺沢恵美の弟だ。杉浦！みんな動かないで。そこのお前、ナイフを捨てろ。早く。殺人未遂の現行犯だ。手錠はいりません。もう危険はないでしょう。彼は心配いりません。事件にするまでもない。いいのか。別に何も起きていません。しかし検事正、ここを鑑識に調べさせてくれ。連続殺人の現場だった可能性がある。そう考える根拠は。木戸から聞き出した。その程度の理由で勝手な家宅捜査はできません。まず裁判所の令状は出ないでしょう。令状の名目ならちゃんと用意してあるよ。何ですか。不法侵入の現行犯逮捕。つまりここは立派な犯罪現場だよ。封鎖して証拠保全をしないと。八神君。なるほど。ここを調べるためなら逮捕されても構わないと。初めからそのつもりだったんですね。だから藤井君に警官を連れてこさせた。大した人だ。通せ、通してくれ。一ノ瀬事務次官。ここは厚生労働省の関連施設です。勝手な立ち入りはお断りします。へえ、ラブホの管理までやってるんですか、厚労省は。見た目がどうあれ、今ここはアドデック9の研究施設だ。重要機密だらけなんだよこの場所は。それなんですけど、俺が不法侵入したばっかりに悪いね。ここは警察で封鎖を。そうですよね。やはりそうはいきませんね、八神さん。ここで少なくとも4人殺されてるんだ。間違いない。証拠は必ず出る。現時点博打だろうが今は春時だ。困りましたね。そういう問題じゃないんですよ。何？
めえみてえのが本当の税金泥棒ってんだ。まあこいつも考えてみりゃ哀れなもんだ。自業自得とは言えよ。つうか兄貴は相変わらずお人よしっつうか。よ、ここはアドデック9の研究施設とおっしゃいましたよね、一ノ瀬事務次官。その通りです。アドデック9は日本の国家戦略ともいえる研究です。たかが不法侵入でそれをストップさせるなんてありえません。もっと柔軟に扱うべき案件ですね。何？検事さん、ご理解いただけているようで大変助かります。では撤収します。全員速やかにこの建物を出るように。どうかアドデック9を完成させてください、小野先生。今後もうこのような邪魔は一切入れさせません。検事生、まさかあんたもアドデック9の利権に。あなたもお引き取りよ、八神さん。いつから森田検事生まで味方に？アドデック9には味方が大勢います。何をしたって届きません。ふざけやがって。絶対に諦めねえからな。そうだ、先ほど木戸先生と連絡が取れましてね。今は黒岩刑事と一緒だそうです。何？チンピラに絡まれていたところを救われたとか。もう神室町には二度と近づかないでしょうね。アドデック9を世に発表した創薬センター長の木戸もまたその莫大な利権に取り込まれた一人に過ぎなかった。未完の新薬のために繰り返される人体実験、八神はその証拠を手にしたかに見えた。しかし全ては闇に葬られる。人類を救う新薬、
その正義の名のもとに。思ってたより随分ひどいな。黒岩が来たんだって？ああ、たった一人でな。なのにこのざまだ、チキシュ。けど、連れて行かれちまった。そっちは何があった？ショーノの秘密ラボを見つけた。でも、警察はそこを捜査しない。なんだ？知見の検事生もアドデック9の一味だった。だと？残ってた証拠も今頃綺麗に消されてんだろうな。八神さん、それとは別にもう一つお知らせがある。なんだよ、杉浦がどうかしたか？ああ、こいつは杉浦じゃなかったんだ。ああ、お前、寺沢恵美の弟だったのか。なんで隠してたんだよ。もともと僕は八神さんに思い出してほしかったんだ。何を？姉貴を死なせたことだよ。インチキ弁護士が人殺しを野放しにした。そのせいでエミは焼き殺された。ああ、そうか。続けてくれ、俺に遠慮はいらねえから。あの事件の頃、僕はずっと引きこもりのニートでさ。そんな僕にさえ姉貴はいつも優しかった。なのにある日、真っ当に生きてきた姉貴が本当に急に理由もなく殺された。どんなに理不尽なことが起きても世の中は何の問題もなく回り続ける。そんな社会が僕はますます嫌になったよ。もしかして窃盗団に入ってた理由はそれか？まあね、少なくとも僕は世のため人のためって気分では生きてなかったから。エミが殺された時、八神さんは僕にも僕の親にも謝らなかった。じゃあそん時に会ってたのか、お前ら。そうだよ。ただ当時の僕は顔も見えないようなロン毛でメガネ、今とは別人だったからね。出なきゃ忘れてない。人殺しをかばうのか。あんたも人殺しの仲間だ。あんたらからそんな風に言われるのがあの頃一番答えだ。けど大久保君は無実を主張していた。その弁護を受けてた俺が謝るわけにはいかなかった。俺が謝れば大久保君の有罪を認めることになる。じゃあ裁判が終わった後は？謝らなかったな。俺はあの後何もかもから逃げてた。そうだよね。八神さんは法廷からも離れて社会的に抹殺されてた。大久保にも死刑判決が出て、だから僕もそれで納得するしかないと思ってた。じゃあまたなんでターボーの前に現れたんだ？あんたが、八神さんがモグラの事件でまた法廷に戻ってきたからさ。ヤクザの頭を無罪にしたとか言って。弁護士として
戻ったわけじゃない。そんなの肌からじゃわからないよ。だからどういうつもりなのか確かめてやろうと思ったんだ。もしもエミのことすっかり忘れてまた当たり前のように弁護士に戻るつもりなら、自分のやったことを思い出させて必ず思い知らせてやるって。それが俺らに近づいた理由か。そうだよ。それに大久保の様子も知りたかった。ちゃんと毎日死刑に怯えているかをさ。弁護士なら死刑囚とだって会えるからね。なのにその大久保に冤罪の可能性が出てきたってわけか。あんたたちといなきゃ気づきようがなかった。皮肉だよね。事件から3年も経って真犯人が出てきた。しかもそいつは翔の、ありがたい新薬の開発者だ。この先世界に感謝されて生きていくんだよ。エミを何度も刺して火をつけた男が。大丈夫だ、みんな真実を知りや奴の正体に気づく。今日人殺しのあいつを守るために敵は一丸になって証拠を握りつぶしたよ。都合のいいように真実をねじ曲げてみせた、僕の目の前で。なら真実なんて追うだけ無駄だ、クソくらいだ。そうでしょ八神さん、違う。俺はさ、杉浦、エミちゃんが死んで以来真実を追うことからずっと逃げてた。突き詰めれば彼女を死なせた責任が俺にあるかもしれなかったからだよ。そんなのとまともに向き合うなんてできなかった。ターボ、でもやっぱり誰にでも一つや二つ絶対に目を背けちゃいけない真実っていうのがあるんだと思う。そいつと向き合って初めて前に進めることもある。お前が俺に近づいてきたのも心のどこかで真実をはっきりさせたいってそう思ったからじゃねえのか。もしそうなら俺らにはまだやるべきことが残ってる。無駄でも何でもやっぱどこまでも真実を追うしかねえんだよ。でも八方塞がりだぜ。それがどうした、なんとかするだけだな、タボ。なあ。おい、参ったな。こりゃ、真冬からだ。どうした。森田検事生のことで話が。お前まだカムロ町にいるのか。うん、テンダーにいる。それで今から来てくれない。私監視されてるみたい。監視。うん、店に入るまでずっと見られてた。気のせいじゃないと思う。また厚労省で雇ったホームレスたちか。それとも検事生の手先かもね。分かった、すぐに行く。ありがとう。聞こえてた。俺も行くぜ。東は杉浦を見てろ。出発するか。